どうも、アリスキテラです。今回もセンキセイやレジェンドオブザシスやっていきたいと思います。で、今回は、ポセイドンの方が、星9ですね、になったんで、クロスの方解放できました。で、クロスの方なんですけど、レベル25ですね、まで解放できました。30まで行きたかったんですけど、足りないですね。で、まあ、レベル20の効果まで発動するようになったんで、で、まず覚醒するたびに、最大 HP の 25% を回復します。で、同じ量のシールドを追加で獲得するということで、まず耐久面がちょっと上昇してますね。そして、レベル20の効果の方でポセイドンが2000点のコスモを獲得するごとに、攻撃力 3% と戦闘速度3ポイントを永続的にアップする。最大10回まで、重複するということで、まあ、火力とか、もう上がるという感じになってますね。で、早速、行ってみたいと思うんですけど、で、チーム編成の方は、とりあえず、この編成を使っていきたいと思います。盾役にポセイドン、ミスティ、回復兼バフ要因のアステリオン。で、回復と、あと防御性能を上げるムーですね。と、あと、ポセイドンとリンクを貼るテティスで行きたいと思います。で、装備は、ま、こんな感じなんですけど、ちょっと装備が足りないんで、この編成だと結構アシスト投手が、アシスト投手を4体も使ってるんで、まあ、装備足りないですよね、普通に。で、あと、神器の方なんですけど、ポセイドンの方は、アテナの杖をつけてますね。三つ股の矛はつけてないです。で、アテナの、三つ股の矛の方は、6秒間シールドを貼るんですけど、ポセイドンがそもそも神の怒りで5秒間はダメージを食らわないんで、まああんまり意味がないのかなと思ってます。で、それよりはアテナの杖で、コスモ回復速度ですね、を上げた方がいいかなという感じです。で、テティスは、ポセイドンとリンクを貼って、ポセイドンにまあコスモを供給できるんで、テティスの方もアテナの杖を、つけたいんですけど、ちょっとさっきやった感じだと耐久力が微妙だったんで、ちょっとここはシールドを使っていきたいと思います。シールド。みたいな感じですね。じゃあそれでは、行ってみたいと思います。で、ストーリーですね、の方行ってみたいと思います。南太平洋の柱28-52。で、一応1日キャンプ貼ってあります。なんで 10% 低下してるんですけど、かなり強いんで、勝てるかわかんないですね。で、戦力的にはこんな感じですね。敵の方はもう 13M で、で、こちらの戦力、ポセイドン入りのパーティーの方は 3688K ということで、まあ、かなり強い、差がありますね。じゃあ行きましょうか。じゃあ、レッツラゴー!果たしてこれで勝てるのか、この編成で。あ、ムーム、おっと強えな。いや、これ、ダメかな?ちょっと、厳しいか。あ、でも、なかなか耐えてる。シールド貼りたいな。あ、ポセイドン、ナイス、奥義。あ、で、テティスが先に落とされたか。マジか。ポセイドンが先に落とされた方がいいんですよね。テティスが身代わりになって、やられてくれるんで、いや、厳しいな、うん。あ、同時にやられましたね、ほぼ。あ、テティスが先にやられちゃってますね、なんか。なんとかいけないかいけないな。うん。さすがに序盤でやられすぎてるな。奥義打って、クリスタルウォール、シールド貼って、シールド、ナイス!これ耐えれるんじゃないか。オッケー、耐えた。ポセイドン、ナイス。アステリオン、いいよ、悪くない。これいけんじゃないのマジ?いや、いけそうじゃん、もう。あ、テティスやられたか。テティスより先にポセイドンやられてほしい。オッケー、クリアできたぞ。マジか、統計見たいな、統計見たいけど、2戦目クリアしないと見れないんで、2戦目行きましょうね。2戦目は、
2戦目は、どうしようかな？アステリオンいるのか、回復いるから、シュラ使いたいかな、これ。あ、アルデバランで行きましょうね、これ。いや、1戦目で、バルゴのシュンも、シリウスも、サジタリアス聖夜も使ってないんで、結構有利な気がするんだけど、2戦目の方が。戦力的にも2戦目の方がゆとりがあるかな？ちょっと高い。じゃあ行きましょう。レッツゴー。あ、でもアステリオンがいないから回復ないのが結局辛いな。やっぱアステリオンが強いんすよね。いや、これいけっかな、2戦目。アステリオンがやっぱ偉大すぎるな。グレートホーン打ちたい。ああ、打てない。ちょっと、ああ、でもいけそうじゃないか。なんとか、なんとかいけんじゃないの、これ。いや、あとちょっと、あとちょっと。いけるいける。オッケー、ナイス。いや、久々になんか2戦目あっさりいけたぞ。1戦目でやっぱポセイドンのチームが勝てたことがでかいですね。というわけで統計の方、1戦目の、気になる1戦目のポセイドン編成の方。で、一番火力は、まあ、ポセイドンが出してますね。まあ、ちょっとアタッカーが、まあ、ポセイドンかアステリオンぐらいしかいないということで、まあ、ポセイドンが、まあ、一番火力出てて 12M。で、2番目がアステリオンの 10M と、いう感じですね。いや、まさかいけるとは思わなかったな。うん。なかなかでもいい感じでしたね。で、まあ、2戦目に、聖夜とかシュンとかシリウス、そのあたりを持ってこれたのが結構大きかったですね。うん、おかげで2戦目が久々に楽にクリアできましたね。いつも2戦目の方が苦労してるんですけど。というわけで、ポセイドンなかなかいい感じでしたね。まあ、やっぱりあと、クロスをやっぱ最大強化して、神の怒りを、の2回目ですね、を発動できると、さらに、ポセイドンの生存力が上がっていいのかなと思いますね。と、あとは、やっぱりもうちょっと突を進めていかないと火力がちょっと出ないかなという感じですね。ただまあ、今、現状ストーリーでこの編成でクリアできたんで、まあ悪くはないかなという感じですね。まあ編成はちょっといろいろあると思うんで、皆さんおのおの試してもらうといいと思うんですけど、うん、なかなか良かったですね。というわけで、引き続きストーリーの方は進めていきたいと思います。また何かありましたら動画の方上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。